では引き続きましてあの、新しい治療が受けられるようになるまでということで、加藤先生に準備できましたでしょうか、お話しいただきたいと思います。あの先ほど、堀本先生がアメリカのがん治療学会の風景を出していただきましたけど、加藤先生は今年あのそこで大変立派な発表をいたしまして、世界中からあの注目された先生です。 あの彼は自分では言わないと思いますので私の方から言っておきたいと思います。ではお願いいたします。あの滝口先生、過分なあのプレッシャーのいただくご紹介ありがとうございます。皆さんえっとこんにちは。えっと私があの今日の発表のシンガリを務めさせていただきます、えー。神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科の加藤と申します。あともう三十分で休憩になりますのでもうひと 踏ん張張り頑張ってくださいでです、ね、私今日あの新しい治療が受けれられるようになるまでということで主に薬や治療が皆さんが実際にお受けになるためにどういったプロセスが必要なのかということをお伝えする役を 持っているのですが、実は私がご説明するよりもですね。この今回、主催のキャンサーネットジャパンさんがですね。非常にいい冊子をもうすでに作っていらっしゃいます、えー、お手元に終わりの方があるかもしれませんが、ない方はですね。ホームページ上で pdf でどなたでもダウンロードできます。僕もダウンロードしてホチキスで止めてきました。非常にいいです。ただ、今日この話を全部できません。実は臨床試験というのはどんなタイプの病気の方にも適用するものですから。 皆さんお一人お一人にとっては膨大な情報のうちお役に立てるのはほんのわずかだということで今日は全体像はすいませんがこの本を見ていただくことにして私からはじゃあ目の前でいきなり主治医から臨床試験を勧められたらそこからどうしようかというところに話を焦点を縛らせていただきたいと思います。よろしししくくお願いします多のの場合肺がががんんをはじめとしたがんの診断が つきまますすととと、まあ、告知ということがありますそれから治療のことをどう進めましょうかということでご家族の方やあ知り合いの方医療スタッフの方とお話し合いがありますそこでおそらく私たちや今日ここに来ている医師の勤めるような病院にいらっしゃった患者さんはです、ね、いきなり臨床試験はいかがですかともうそのいきなり人生をひっくり返すような癌だということを知らされたのにいきなり実験材料になりませんかというようなことを 言われるかもしれません皆さんかなりやっぱりびっくりされますなぜそのようなことを私たちは罪なことを皆さんにお伝えしているのかということを今日お話ししたいと思います罪ではないんですよ罪ではないということを分かっていただきたいと思っていますで、大体ですね、一つの例えば肺がんにしましょう肺がんの進行期4期の肺がんだということが分かりました腺がんで EGFR 遺伝子がないということまで分かった時にあなたの治療の選択肢として、まあ、複数の標準治療と言われれるものが提示されます標準治っていう名前がですねなんだか車の標準装備みたいで一番安上がりみたいでよく誤解を受けますがこれは世界で一番確認されたいいもの最高治療って名前にしてくれればよかったんですが英語がスタンダードなので日本語も標準という名前です。仮に標準治療1を銀 ブラスチンという名前にします銀座ブラシンでは銀銀座ブラブラ銀ブラスチンです、ね、でもう一つがですね渋谷保護店というです、ね、こういう治療が2つありますどちらが皆さんいいでしょうか、まあ、それぞれ情報が実はあるんですが、うん、銀座がいいかな渋谷がいいかなと思ったらところでもう一つ皆さんにはチャンスがあります新しい治療薬を試していただくその薬の名前はですね 副作用がどうかかよくわらないコードネームは AKB4080 試験のフェーズとしては第3層試験で銀座がいいか秋葉がいいかさあ皆さんこれに入っていただくためにですね登録をしてランダム化をします標準治療の銀ラと試験治療の秋葉メイドを比べますとさあどうしますかと言われて「えということで分厚い冊子を渡されて 終わわっちゃうわけです実際にはそこで質疑応答があると思いますが非常に困ったことです今日こんな罪なことをしている私たちが本当は罪でないんだという言い訳です。でまず最初に臨床試験って一体何なのそれから標準治療と試験治療一体自分たちはどっちを選んだらいいのという2点についてお話したいと思います。ままままず臨臨床床試試験験って何であります臨床試験というのはは目的は薬やさざな治療法 必ずしも薬とは限りませんで手術やあ放射線あるいはですね予防法なども含めていろいろなあ医療の技術を確認するその効果や安全性を確認する評価するというものが臨床試験の目的であります実際の方法としましては臨床と名前がつきますのは患者さん皆さんに実際に薬を服用していただくんです実験室の中で試験管を使うのではなくて皆さんに実際に 服用あるいは点滴といった形で治療を受けていただくということが大原則になります。場合によっては薬を投投与与しししなない、いいい比較試験とととううももののがありまますす。で、こ存在それと一番重要なんですが皆さん臨床試験に入っていただく方はその後世界中日本中の方に使っていただく薬が本当にいいかどうかを一緒に確かめていただくために少ない方に受けていただく。 もしそれがいい薬だったらみんなに使ってもらいましょうダメだったら申し訳ないけど皆さんだけの副作用で終わりにしておきましょうというのが本当のところであります。ですから少ない人が対象にななってきますなぜそのようなメリットもデメリットも大きいものが行われるかといいますとこれは実は医学の進歩にどうしても必要です今日私の前の4名の演者がお話ししたす全ての内容は実は臨床試験の結果であります。皆さんが標準治療 としてて先ほど出てきた銀ブラでしたっけ銀ブラと、えー、どこだったかな渋谷鉾店というのはですね実はそれぞれ昔臨床試験をして一番いい治療だということで選ばれたものなので実はずーっと歴史を遡ってきますと今私たちがお勧めしないような過去にいっぱい臨床試験の薬があってそれよりもっといいものを探していきたいということで医学の進歩にはどうしても必要であります。ここの臨床試験を繰り返すことによって手術 化学療法放射線免疫療法の水準を向上させることができますじゃあ将来の人類の将来のためにしか役に立たないのかいいえ実際に治療を受けていただく方にチャンスとして機会としては最良の治療将来の標準治療を一歩先に受けていただくそういう可能性が秘められているわけです実験なんだろうか い,いえ実験ではありませんすでに研究室でいろいろな基礎実験や動物実験が行われましてもう十分私たち人間あるいは患者様に投与していいということが分かってから投与しますので決して実験ではありませんがまず最初にステップを踏んで動物実験基礎実験の後で皆さんに投与するということであります。臨床研究実はは実ななものがありますサイコンではあの正しくない 臨床研究のあり方というものが世の中を賑わしており私どもも非常に胸が痛いんですが簡単に言いますと観察研究と介入研究という二つに分かれます観察研究というのは皆さんの状況を いろんな形でデータを写し取る実際にはお薬などを使っていただかないものを観察研究といいますが実際にお薬を使っていただいてどうかというその前と後ですね使用前使用後というものが存在するものが介入研究でありましてその中にも大きく分けて医師主導臨床試験というものと治験というものと分かれますちょっとこのあたり詳細はまた皆さん冊子で読んでいただきたいんですが簡単に言いますと医師研究者主導臨床試験というのは 新薬ではなくすでに厚生労働省で認可をされた治療をですねよりどういった方に効くのかというのをあるいは薬と薬を組み合わせてもっと効くんじゃないかということを確認するようなものでして、えー、特定の対象例えばご年齢が高い方ではどうだかあるいは最初の治療じゃなくて二次治療や三次治療としてどうだということを確認するのが通常行われている医師手動臨床試験であります。一方 治治験験というのがありましてこれはもう治験新薬ですあの通常は市販されていない薬局で手に入らない薬を使うんでありますがあの一番広く行われているのは製薬企業による治験でありますもう一つちょっと言葉がややこしいんですが医師手動治験というのがありましてこれ上の医師手動臨床試験とは全く違うものでありまして新薬として日本では通常は使えないんですけども非常にわずかしか患者さんがいらっしゃらないような病気で製薬会社が 企業業としてののメリットトががなないいためにに臨床試験非常にコストがかかる作でですのでそれをやらないあるいは海外ではもう承認されているんだけど日本でどうしてもそれが欲しいというような時に企業が投資をせずに他のある時は国であったりある時はいろいろな寄付であったりするんですがそういったものをもとにして原資にして医師が中心になって企業と独立をして行うものが医師主導治験というものがあります。 あ、これ非常に稀ですが、場合によってはあの皆さんの将来にこういった自主導治験と関わられることがあるかもしれません。で、このような今日は治験についてお話しします。まず治験は新薬ですので、最初に基礎研究があります。さまざまなものが薬の元になります。薬というのは実は厳密に言うとですね、承認をされるまで薬と呼んではいけないので、化合物というふうな名前になりますが、化合物は例えば天然素材いろいろな木ですとか。 まあ、例えばペニシリンというのがカビから来たということはご存知かもしれません。それから最近ではいろんな科学,学技術それから化学合成の技術それから遺伝子工学細,細胞工学生物工学といったものが発展しましたので現在はタンパク質やまな分子標的治療といいうのができています。そういったものの化合物を見つけて最初に細胞で実験し構造を研究し動物で試してこれはどうも こういった種類のがん例えばがんには効くぞと、ただどのがんにわからないどのがんに効くのかがまだ分からないあるいはどうも肺がんには効きそうだけどもどのぐらい効くか分からないというところまでを非臨床試験では安全性と有効性を評価するということですが安全性と有効性の評価の度合いによって第1層第2層第3層と3つに分かれます。 この辺りはちょっとはしょっていきますが第1層は比較的少ない患者さん大体いい10名とか20名とか場合によっては昨今あの100名を超える大層試験ってもないわけではないのですが原則としては非常に少数の方でどのぐらいのお薬を投与するのが実際に安全なのかあわよくば効果もあってほしいそれから肺がんの患者様と乳がんの患者様と大腸がんの患者様に打っていただいてどなたが一番効果が出てどうもこの薬は 実験レベルではがんに効くことは分かってたんだけども、実際の人間の体では肺がんにこそ効くんだということの当たりをつけていくっていうのが第総試験であります。続いて第あ失礼しました。総試験ではさらにそれが本当に動物実験で大丈夫だろうと見込まれているのですが、実際に私たちの体に入って本当に安全かどうかを見ていきます。続いて第二総試験ですが、これはだいたい100名ぐらい。 大雑把に言いますと100名ぐらいの方を対象にして特に肺がんの患者様で、えー、実際に100名のうち何名の方が効くのか、えー、例えば走行率といいますががんが小さくなる確率が30%なのか50%なのかそれから100名ぐらいですので比較的まれ例えば10人や100人に1人しか起こらない副作用もある程度見つけることができます。そうして そこまで候補が絞られてくるとやっと第三相試験というファイナルステージになるんですが第三試試験験ははデザインにによよっっててて名名から場合によっては1000名を超える試験も現在行われています目的というのは第三相試験というのは今までずっとこう育ててきた化合物が本当に薬として皆さんに供されるべきかどうかという最終判定をするものでありまして最終判定をするのは効果が高いということではだめで今までやっていた いい薬と比較する先ほどですと新薬秋葉明葉あメイドンをです、ね、昔の標準である銀座の銀ブラに比べるという作業が必要になって銀ブラより秋葉,秋葉がいいんだということなんか自分で名前つけておかしくなってきましたすいませんあの秋葉の方がいいんだということを承認するような認めるようなことでそれでいいということになると国のきちんとした保険診療の中で皆さんがお薬を使っていただけるための薬事承認ということにたどり着くわけです。 臨床試験というのはがんの治療だけではありませんで診断あるいは予防に対しても行われますしそれから肺がんと一言で申し上げましたが初回治療の治療もそれから再発した場合の治療に対する臨床試験も再再発もあるいはずっと例えばですねがん治療薬以外にも 先ほど来モルヒネなどのオピオイドという痛み止めの薬がありますがああいったオピオイドもさまざまな開発が進んでいまして症状を良くするあるいは皆さんのがんの患者様の生活の質そのものを良くするような薬というのも臨床試験が今行われています。さて最初に2つの薬でランダム化という言葉がありました。ランダムというのは うん、あんまりいい言葉でない印象があります。日本語では、えー、無作為代わり付けと呼ばれているのですが、どんなことかと言いますと、じゃあ 仮に第三相例に第例たくさんの患者様がお一人お一人がこの試験の対象となる患者様でじゃあ臨床試験に入りましょうと言ったらまずご同意をいただくと登録作業というのを行います登録作業というのは皆さんがご署名いただいたことを元にして本当にその試験の対象として皆さんが正しくちゃんと入っていただける方は私たちが検査の結果を確認して事務局国内であったり国外であったりしますが事務局に登録しますと模索を割りつける。これは 簡単に言うと、どちらかの治療を無作為、あなたは、A、私は A がいいから A だとか B がいいから B だということですと実は本当にその薬がどちらがいいかを確認することができないので皆さんや私たちの意思が全く反映されない形で、えー、順番に。 サイコロと一緒かもしれませんが、作為割り付けという作業を行われます。そうすると、簡単に言うと二つのグループに分かれていただいて、それぞれの群に銀座古い標準治療と新しいアキバとに分かれていただいてお薬を使っていただくということになります。それで、お一人お一人の方は銀座かアキバの治療を受けていただくんですが、皆さん何百人という方のデータを総合してきますと、その標準治療の銀ブラスチンを受けていただいた方の 効果や副作用の全体像がパーセントととということできちんと表記されますあるいは再発するまでの時間が何日であった何年であったということが数字として出てきます。同じように新薬であるアキバも同じような作業をしてこの2つの薬の総合の成績を比べてどちらに軍配が上がるかということになります。結果として当初の予定通りアキバメイドンが効果が高く副作用が少ないということであれば 皆さんがこの秋葉メイドンがいい薬だということになるわけです。ということで一番最初に提示しましたように以前の治療というのは標準治療その時点での標準治療の銀座と渋谷があってさらに新薬として秋葉がありましたという情報だけだったんですが臨床試験が終わりますと実はさまざまな情報が増えます。もちろん あの新薬がいいということがわかるんですが新薬の対象であった標準治療をその時代にもう一回正確に評価することになります。つまり銀座ブラシチンというのは例えば効果はゆっくり効いてくる薬だと。 個人差少ないみんな銀座に行くと喜びますので銀座が個、えー、人差が少ないけど副作用が出ますがマイルドでありしかし一日中歩いてるの疲れやすくてお金がかかるかもしれませんそういった特徴が分かってきますが一方で新しい最新標準薬秋葉はどうかというと。 まあ効果は早いけど個人差がいが激ししのかもしれませんね効果が高く個人差があり副作用は例えば熱が出るような方が多いかもしれませんいや別にアキバメイドに熱が出るわけではないですがあるいはもう薬期になって視野が狭くなるかもしれないしかし費用は安いといったような全体的な数百人の患者様の平均値の数字が2つでできるのでもちろん治療としてアキバメイドの方がいいんだということが分かりますがと同時に僕は ちょっとぐらい効果が秋葉メイドンがいいよりも、熱が出たり視野が狭くなる服装が嫌だから、昔の標準薬の僕は銀ブラでいいよという選択肢も実はこういった臨床試験を、第三相試験を行うことによって情報が出てきます。ですので申し上げたいことは、いい治療を選ぶと同時に、実はこれは皆さんにとって受けていただくだけではなく、将来の患者様にとって非常に正確な薬の、 特徴プロファイルと私たち呼んでますがプロファイルを知ることができて皆さんに新しい患者様に実は秋葉メイドンはよく効くんだけど熱が出やすいそれに比べてギンブラスチンはマイルドで費用が高いけど比較的みんなに効きますよといったようなことが分かって皆さんがまた新たな選択できる情報が出てくるわけです。さて臨床試験はいかがでしょうかと聞かれた時に今までのことを 聞いていただいたらじゃあまあ、とりあえず臨床試験もう少し話を聞かせてくださいというふうに言っていただけますでしょうかで、標準治療と臨床試験どっちがいいでしょう非常に難しいですもう本当にこれは個別ですが私自身の経験でさまざ、あ、まなメリットとデメリットを挙げてみました患者さんがお感じになるメリットはもちろん臨床試験新しい治療ですから高い効果を示す治療を,を,を受けていただくチャンスでありますメリットですね それからもしかしたら自分は病気で今辛いけども、世の中のために僕自分が治療を受けることが役に立つかもしれないというお気持ちになっていただくかもしれません。もしかすると先生が勧める臨床試験に入ったら先生が僕の方を注目してくれるかもしれない。実際にコーディネーターといっていろいろなお手伝いをするメンバーが増えてきますので、皆さんが医療スタッフと接する回数は若干増えることが多いと思います。一方でデメリットは何でしょう。そもそもこれから試す薬なので約束されていない。 確実性は少ないかもしれませんそれから副作用がもしかしたらさっきお話した通り将来分かる副作用がまだ未知ですので自分にとって望ましくない副作用が出てくるかもしれませんてての患者さんんにととって最善とは限りませんそれからいろいろなデータを取るために検査の頻度が増えるかもしれない多くの場合はわずかですが血液の検査あるいはその他の検査が増える可能性があります。どううやって決めましょう まずは情報を十分主治医やコーディネーターから聞いていただくとともにご自分がどうしたいのかということを迷っていらっしゃってもまずご家族や周りの方とご相談してで果たしてメリットとデメリット自分にとってはどちらが大きいんだろうということを最終的に考えて決めていただく必要があります。えー、こういった臨床試験、 いいことばかりりではありませんが、入ってみたいという方は誰が参加できるかこれは試験ごとにさまざまな基準が決まっていますので、えー、一般論としてはありませんが基本的には基準というのは患者様の状態を揃えるまずがんが同じでなければいけない試験が多いですしそれからどのようなあ患者様のご体調なのかということも揃えなければいけませんそれからがんの部位進行度過去の治療の要請や健康状態ということも確認していきます。 臨床試験を受けていただくにあたっては、十分な説明を聞いて納得してご同意いただく必要があります。実はこれは臨床試験だけではなく、すべての治療、皆さんにとってのいろいろな決断に対しては、このことが必要なんですけれども、とりわけ臨床試験では未知の部分に対する情報を知っていただく必要がありますので、十分な説明をさせていただきたいと思っています。試験の内容やこの治療を受けることによるリスクとベネフィット、それから皆さんの権利、同意書にきちんと署名をする作業が必要である、 とというようよなことを経てご家族の方ができれば同席して冷静に考えて納得してご証明いただいて始まるんですが重要なことは1回きりの決決断ででで全て将来が決まるわけではないといととうことです実際には薬が入ってしまって抜くことはできないのですが例えば何回も何回も繰り返すあるいは毎日飲んでいくのであればどうも自分はこれまだ先生は続けていいっていうけどこれ嫌だと。 いうことでやめたいといえば一回署名したからといって未来永劫その署名が有効ではありませんいつでも同意撤回というのができるこれは大原則でありますこういった形で臨床試験臨床研究というのはあくまで医学の発展であると同時に皆さんにとっても最大限の利益を確保する必要がありますので十分に私ども研究者が皆さんを傷めないように皆さんの 権利を守るよううなルールーといいのが厳しく決められています患者さんの人権と安全を守るようなルール作りがされていますそれは患者さんを守ると同時に正しい結果を出すためにいろんなルールが決められていて科学的な原則倫理的なな原原則則倫理に対すする規定が多々ございますそれから一つ一つの臨床研究は全て独立してそれぞれの医療機関で審査という作業が行われて初めてできます。 この辺りが実は若干今の日本の現場では弱みがありさまざまな報道で今厚生労働省があるいは文部科学省が大きな改革をしようとしていますが本来はきちんとした施設で内容を科学的倫理的に十分皆さん患者さんにお伝えしていいかどうかを審査される必要があります。 それと同時に実際に治療を始めた後もずっと安全性の確認作業というのは続いていきます。モニタリングと,と呼んでいますけれどもモニタリングというのは実際皆さんがどうなのかお一人お一人の状況も調べますしじゃあ50人の方で何パーセントの副作用が出てどうもこれは想定より高いぞと50名ぐらい100名ぐらい刻々とあの、えー、安全性の評価というのをしていきます。場合によってはででですすね途途中中中中終わるるこことと中中止中断されることがあります例えば 想定ししてててていいなななかっった重大な副作用がが出てききてままこれは看過できない場合に試験を中止すする可能性がありますそれから想定していたよりも効果が高くて新治療の方が絶対いいと今更旧治療をおすすめするわけにいかないみんな空き場の治療を使いましょうということが決断されることもありますし反対もあるわけですね全くこれはもうだめだと銀風呂の方がいいぞということがあるかもしれませんそういったことで止まることもあります一方で 皆さんには様々なご不安があると思います。臨床試験への誤った不安としては、重症患者だけで他に治療がない人しか臨床試験ってできないんじゃないでしょうか。臨床試験に進められたということはもう終わりでしょう決してありません。さっきお話した通り、初回治療でも皆さんにとっていい治療は臨床研究としてお勧めすることがあります。患者さんがモルモットかどうか、もう動物実験でないことはよくお分かりだろうと思います。それから偽薬なんか嫌だと。プラセボは飲みたくない 皆さんそう思思われると思います基本的にはがん治療では通常はプラセボだけという治療は想定されていませんが場合によっては従来の標準治療にプラスアルファする薬剤がある場合とない場合とどちらがいいという時にプラセボを用いることがありますが少なくとも全く役に立たなないいいものが単独で通されとと原則としてはないと思いますさあこのような形である程度分かってきた。 さあ参加しようかどうしようかお悩みになったときに皆さんに短時間で決めていただかないといけないので判断材料をお示ししておきます費用がどうなのかご自分にとって時間の負担は耐えられるのか通院の回数が耐えられるのかどうかということであります検査が多くなってきますのでこのあたりは重要になりますそれから実際主治医やコーディネーターお手伝いをする臨床研究コーディネーターというものにたくさんの質問をしてくださいここに書いたような内容ですねぜひ聞いていただいて 特にまあ、私たちこれ答えにくいんですけど、標準治療を受ける場合に比べて効果がどうかっていうのは分かりませんが、ご負担がどの程度になるのか、あ、ご負担っていうのは経済的なこと、時間的なご負担がどうなるかについてはできるだけご説明しようと思います。最終的には情報を集めて、ぜひその皆さんらしい自分らしい選択をしていただきたいという風に思います治療によってご自分を元のがんの。 状態に戻し戻したい。お気持ちは私たちも一緒ですが、癌で全て治療で全てが治るとは限りませんが、治療を選択することによって、皆さんが生活をできるだけ、今までと変わらない生活を目指した治療を受けていくということは可能だろうと思います。説明文書、主治医の説明、コーディネーターからの説明、さらに。 病院を離れてインターネット上にも実はこういった臨床研究に関する情報があります全体についてのご説明はさっきお話したとおりですが個別の研究について場合によってはインターネット上に情報が用意されている場合もありますこれは個別ですのでその都度ご確認いただきたいと思います製薬会社あるいはがん研究センターのがん情報センターといったようなところに情報があることが多いですので一度ご覧いただければと思います臨床試験に参加することは まとめますが臨床試験に参加するということはご自分が最新の治療を受けるチャンスでありますチャンスというところが申し訳ない絶対そうかどうかをやってみないとわからないんですがあのチャンスがありますと同時に皆さんが私たちと一緒に受けていただいた治療が将来の役に立つ可能性というのは極めて高いと思っています それは医療の進歩や患者将来の患者さん社会や医学に貢献することと思いますが実は「バトンの受け渡し」という言葉がありまして皆さんが標準治療として提示された全ての薬剤が過去の臨床研究に入っていただいた患者様のご協力で標準治療というふうに皆さんにご提示できる状況がありますのでじゃあ皆さんが新しい治療に挑戦していただいたことがきっと将来の患者様にまた新しい情報になっていくということがこの臨床研究の 実は魅力であり、私たち医師もこの臨床研究を非常にこう積極的に進めていきたいというのは、このあたりの魅力なんであります。最後になりましたが、あの今日のお話が皆様のご理解のお助けになれば幸いです。えっと、発表の準備に当たりましては、スライドに示します各 非常に整理されたホームページがございましたので参考にさせていただいています。是非皆さんも実際の臨床試験に参加されるかどうかということをお悩みの時にはこういった優秀なツールを是非ご覧いただければと思います。以上ですごご聴ありがとうございました